Thank you.
執政官閣下の着任式典のため特別警戒中だ。許可のない者を通すことはできん。へえ、困ったな。今夜のパーティーを仕切ってるミゲロさんから執政官をもてなす料理に使う大事な食材を受け取ってこいって頼まれてるんだけど、ほらこれミゲロさんの伝票。あんたのせいで料理が間に合わなかったら執政官って人も怒るよな。ま、俺には関係ないけど。あの方が、そんな、つまらんことで、機嫌を損ねるものか。仕方ない、さっさと通れ。じきに、この門も封鎖するからな。
Thank you.
Yeah!
はやHuh!
Oh!
アルバナじゃないか。こんなところで咲くなんて珍しいな。用事も済んだし帰ろっか。何と言われようが式が終わるまで門は封鎖だ。なんだよ。門を開けろ。山田どけ。ちょっと待てよ。俺たちは入れないのにチョコボはいいのかよ。何がおかしい。このチョコボは血統書付きの式典用だ。こいつには何万ギルもかかってる。お前ら100人合わせたよりよっぽど価値あるってもんだ。俺ら近づくんじゃねえよ。チョコボにお前らの貧乏くせえ匂いが移っちまうだろうが。ふざけんな。どけこのガキ。いいぞ入れ。この野郎。ははこれはまた立派なチョコボですな。一目でわかりますよ。ツイッタノさんでしょ。土が違うとチョコボの育ちも違いますな。そうそう、土が変われば味も変わるものでして、例えばダルマスカのバロンス種、深みと香りはアルケイディアさんに一歩譲りますが、実に力強い風味で、これはこれで悪くないものです。いかがですかな。もちろん人数分ご用意しておりますよ。おい、積み荷を通したら予定通り門は封鎖だ。くそ、鎧の中が砂だらけだ。今のうちにさっさと行こう。あんまり心配させんでおくれよ。ま、大事に並んで何よりだ。さあ、私たちも行こう。あ、じきに式典が始まってしまうな。こりゃ急がんとな。あ、ちょっと
待ってよ、何？ねえ、どうしたの、バン？静粛に。アルケイリア帝国西方総軍司令、新執政官、ベイン・ソリドール閣下のお言葉で。閣下。ラバナスタ市民諸君。帝国が憎いか、この私を憎んでいるか。当たり前だ。止め、帝国がいる。来なければ。帰る帰る。聞くまでもなかったな。私自身、諸君の憎しみを拭えるとは思っていない。私は諸君の忠誠を求めない。諸君は亡きラミナス陛下への忠誠を守り通すべきだ。陛下は国民をこよなく愛し、平和の実現に力を尽くした真の名君であらせられた。陛下の大御心は今なお諸君を見守っている。ダルマスカの平和と繁栄を願っておられる。諸君、私はただ一つ求めよう。陛下のご意志を継ぎ、平和への祈りを。あの痛ましい戦乱から2年、ようやく兆した平和の芽を諸君の祈りで大樹へと育ててほしい。それだけを忘れずにいてくれるなら、私ごときいくら憎まれても構わん。私は逃げることなく憎しみを受け止め背負い、そしてダルマスカを守ろう。これは私の償いである。亡きラミナス陛下とアーシェ殿下は今なお諸君を見守っておられるのだ。祖国を愛する者たちよ、亡き陛下のご意志を受け継ぎ、平和への祈りを。私の望みはただそれだけである。ラバナスタの街はいかがでしたか？実に素晴らしい。この大聖堂を見たまえ。神かつ享楽的、ガルテア様式の頂点ともいえる建造物だ。グラミス陛下にもご覧に入れたいものだ。今宵の祝宴はこの者が手配。ミゲロと申します。次期皇帝となられます殿下のお迎えできることはまさに誉れ。市民一同誠に嬉しく思います。殿下はよせ。私は陛下の子ではあるが王子ではない。我がアルケイディア帝国の皇帝は市民が選ぶもの。私はただの候補に過ぎんのだ。これは失礼おば。かといって司政官閣下などとは呼ばんでくれよ。はあ、私も今日からラバナスタ市民だ。ベインで構わんよ。しかしそれでは。
呼び捨ては抵抗があるか。ならば今夜は君が私をベインと呼ぶまで飲んでもらうぞ。だらしないな、ミゲロさん。下げたくて頭下げてるんじゃないの？それくらいわからないの？それにしてもベイン様は逆らったら何されるか。だからってさ。じゃあバンならどうするの？どうするって俺なら聞いてるの？ねえ、バンってば、ちゃんと聞いてる？雰囲気変わったね。ラバナスタじゃないみたい。どんどん帝国に飲み込まれてく。なあ、今夜のパーティーって俺たちでも行けるのかな？何言ってんの？招待されてないのに王宮に入れるわけないじゃない。じゃあどうすれば入れる？そんなの知らないよ。ミゲロさんに頼んでみるとか、ダウンタウンのダランさんに聞いてみるとか。ねえ、突然どうしたの？言っただろ、ダルマスカのものを取り戻すんだ。俺たちダルマスカ人の手になんてのどう？お宝盗んでさ、みんなにおごってやるよ。そしたらパネルの機嫌も良くなるだろ。冗談ばっか。そんな宝が手に入ったらまず飛空艇買っちゃうくせに。けどまあ、バンの気持ちは嬉しいかな。それだけもらってくよ。じゃあね。そっか、飛空艇か。本気でやってみるか。ミゲロさんには迷惑かけられないし、頼りはダランジーだな。あのじいさんならきっと何か知ってる。ダウンタウン行ってみるか。